よし、分かった。前のこいつ赤とかはね、絶対映えるんでね、この組み合わせには。こういう色合いには大体赤は映えますよ。だからこれもこいつは逆にちょっと長めに切っといて平つかせてやろう。よし、はい、いきます。まずこんな感じでね、やっぱちょっと平行に、はい、なんかこういうことですね。で、たまに赤をチラ見せ作戦。チラ見せには早い。なんかさ、汚くね？なんかこの横にさ、ステッチ入れたからさ、こうなんか縦がめちゃめちゃ続いてる感じはしないよね。でもこれ横にステッチ入れなかったら、マジで生地になんないんだよね。一旦ちょっとアイロンかけていきます。どうですかね？まあ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 って感じ。まあ一旦これはサンプルとして置いておきますか。なんかね、メンバーがね、こういう感じのドローイングを描いてたんですよ、デザインがね。だからそれをちょっと作ってみようかなと思ったんですけど、なんやろ、もうちょいなんかさ、このデロンデロンがあってもいい気がするんだよね。とりあえず結んでいったらどうなんだ。どうしようね。とりあえず結んでいくけどさ、結びながら考えないと。またあの糸のやつやってもいいんだけどさ、いまいち誰も決定しないみたいな。みんながみんなに気を使ってるから、なんか全員作ったものに対していいねいいねって言うんだけど、どれにすんのみたいな。で、あとその書いてきたデザイン画の中に自分が作ったテキスタイルじゃなくて、また新しいテキスタイルのデザインがあそこに入っとるみたいな。なんだと思ってない。あとこれさ、今オンラインでやってるじゃないですか。本当はこれスタジオでみんなでこうやって作ったり話したりしながらまとまっていくんだろうけど、やっぱそれぞれがそれぞれにやってるから、どうやって作るんですかね、こんなのも。だって生地統一できるわけないじゃん、国が違うから。その辺やっぱ作るってなったらね、いた方がいいよね、シンプルに。あの同じ生地使えないじゃん。その辺どういうつもりなんだろうね、教授は。やっぱりデニム一色じゃ嫌なんで、やっぱ赤映えるじゃん、紺に赤とか。僕は赤を入れたいな。これは完全に僕の趣味だ。謎に何かが薄毛出来上がってきたけどさ、硬い生地ってあんま好きじゃないからさ。でも今回のプロジェクトは俺が好きか嫌いかとか別にどうでもよくない？
ていうところにあるから、俺の好き嫌いは一旦置いておかないといけないんだけどね。テープを使って、テープなんかもらったらとりあえず結ぶよね、こうやって。なんだろう、僕すごい疑問に思ってることがあって、いまだにこうやって生地いじくるじゃん。で、僕東京の時のコンテストの時からさ、コンテストに参加してる時から生地をいじくりましょうみたいなさことをやってるんだけど、なるべく生地いじくんないでやってきたの今まで。なぜかっていうと、生地いじくって作ってももう一個同じの作れないじゃんって思って。いや作れるんだけど、それめちゃめちゃいいものできてさ、じゃあ欲しいって人が現れた時に100個作ってってなった時、作れなくないって思って、なんかすごい売ることを考えてるのかもしれないけど、別にこれ売るために作ってないからあれなんだけどさ、こんなのこれを作ってどうすんだみたいなさ思うよね、やっぱ思いながらも。でも頭のスイッチをくって変えると、生地さえちゃんと 作れればその生地さえコンセプトにのっとってちゃんと作れれば、それで別に何を作ろうが別にいいって言われると思うんですよね。だから生地テキスタイル開発みたいなのはすごい大切なんだけど、大切なんだけど、僕はなるべくテキスタイルはどっかで買ってきたとか、なんかプリントを作るとかならいいと思うんですよ。再現性があるっていうか、これこういうことしちゃったらね、どういうことなんだってなる、たまに。でも言ってる意味わかります。じゃあなるべく生地はそのまま、こんなことしたくないですよね、いじくりたくないっていうか、こんなことしちゃったらギリアウトですよ僕の中で。まあグループワークだからいいけど、染めるとかはいいと思うんですよね。すげえ二次元だよなこれ。すげえなんかどっちがいいとかじゃないけどさ、すげえ立体的な何かができちゃったもんね。希少になっちゃったこれ。デニムといえばブリーチですよね。でももはやどうなるかやるまでもなく分かるからな。あと絶対誰かやりそう、グループメンバー絶対やるでしょ。もはや表も裏もクソもないなこれ。はい、まあとりあえず、うん、いい悪い場所メンバーに託そう。これがあまりにもぺったんこだったから、ちょっとなんか立体的にしましたっていうやつ。はい、